急降下爆撃と水平爆撃の違い。同じ精度で登壇を行っても、急降下爆撃の方が着弾誤差が小さくなる急降下爆撃は、急降下しながら機体の軸に沿って爆弾を投下する爆撃。急降下爆撃が登場するまで飛行機による爆撃法は水平爆撃だけであった。命中精度が格段に良いということから、画期的な戦法として、 世界中に広がり採用され、専門の飛行機も開発試作されるようになった。急降下爆撃は小さな目標を精密爆撃するのに適しており、特に海上の艦船爆撃には最適であった。しかし、敵の防御効火による攻撃側の損害が非常に大きいことと命中しても、軍艦の場合は上部構造物や人員にはある程度の損害を与えても、 なかなか浸水、沈没とまではいかない場合が多かった。また、命中率は高いが、離脱は難しい。急降下爆撃の場合、降下する機体のベクトルと爆弾の落下するベクトルが近いために命中率を高めることが可能となる。ただし、この方法では水平爆撃と比べて、降下軌道や急降下からの引き起こしなど機体にかかる負荷が大きくなるほか、 高加速度の制御のための特別な空力ブレーキを装着する必要がある場合があり、急降下爆撃専用の機体を開発することが多い。また、通常の場合、登壇高度は500から900メートルとかなり低くなる。このことから爆弾の位置エネルギーは小さくなり、したがって着弾時の運動エネルギーも小さいので、同一爆弾を使用しても、 その貫徹力は一般に水平爆撃に比較して劣ることが多くなる。登壇方法も主にの二つがある。前者は先行機の攻撃による着弾を見て後続機が照準を修正でき、目標の回避運動に対して柔軟に対応できるため命中率が高くなる反面、変態前期が空中のほぼ一点を順次必ず通過するため、 そこに、対空砲火を集中されると次々と被弾、撃墜される致命的リスクがある。これは、太平洋戦争前半まで日本海軍が使用した戦法である。後者は、戦闘機の急降下開始と共に後続機も一斉に急降下に入り、各機の照準に従って登壇する方法であるが、登壇タイミングが変態前期でほぼ同じため、 目標が急激な回避運動をした場合、全弾命中しないということもあり得る。しかし、対空砲火は分散もしくは一部に対して集中するため、被害が極限できるという利点がある。これは、アメリカ海軍などが採用した戦法である。日本海軍も太平洋戦争後期にはこの戦法に変更している。なお、 日本海軍における急降下爆撃の降下角度は50度から60度の間であった。この角度に関しては、戦法の違いもあり、各国で若干の差異がある。降下角度が急になりすぎると、操縦者の体が座席から浮き上がり操縦しにくくなるなど弊害が生じるため、完全な延直方向への急降下爆撃は困難である。急降下爆撃は、 アメリカ陸軍航空隊によって実用段階にまで高められ、1919年、ハイチ・ドミニカに対するアメリカ海兵隊の作戦で、海兵隊所属機によって、世界で初めて実戦で実施された。この爆撃の発明を受けて各国は急降下爆撃の研究と専用機種の開発を始めた。アメリカでは、1934年1月に、 アメリカ海軍の艦上戦闘機カーチス F6C が艦上爆撃機に変更され改良を重ね1935年にアメリカ初の急降下爆撃機 SBC として完成した。愛称のヘルダイバーは SB2C にも引き継がれ以降もアメリカで急降下爆撃機の代名詞として使われた。SBC は1937年に配備され装備した部隊は 爆撃航空隊と呼ばれた。日本海軍でも急降下爆撃の研究が始まり、1931年には、急降下爆撃機である6種特殊爆撃機の試作を決め、6種特殊爆撃機、7種特殊爆撃機の失敗を経て、1934年に8種特殊爆撃機が完成した。これが日本初の急降下爆撃機である94式、艦上爆撃機である。 急降下爆撃の研究は小さな目標を精密爆撃するにはこれ以外にないということから進められた。特に海上の艦船爆撃には効果的であった。ヨーロッパ諸国においても対艦爆撃だけでなく地上の陸軍部隊や施設への攻撃用に急降下爆撃機の開発、配備が進んだ。特にナチスドイツ空軍の八8 7は 第二次世界大戦前半に猛威を振るい、その愛称、シュトゥーカが、急降下爆撃機の代名詞となった。急降下爆撃は、第二次世界大戦において対応された。日本海軍では、1942年4月の、セ論沖海戦では、第一航空艦隊の空母4隻の、急降下爆撃隊が、イギリス海軍の空母、ハーミーズ、従ン、コーンウォール、 同セットシャアに対して平均命中率は80%超に達し、なおかつ悲劇追記なしで3隻とも撃沈させた。米海軍の急降下爆撃機は偵察機の機能を備えたものもあり、正規空母の飛行隊編成では爆撃飛行隊に、加え、作敵飛行隊も配備されている。1942年6月、ミッドウェイ海戦において、急降下爆撃で、 日本の空母を撃沈した。イギリス海軍はどちらかというと来撃を重視していたが、これは予想戦場を北海や地中海としていたため、敵機は空母よりも陸上基地から出撃してくるものと考えられていたからである。また、イラストリアス級航空母艦が装甲飛行艦班を備えたのもこの想定に基づく。イギリス海軍の艦上機は 艦隊防空用の短座艦上戦闘機、作敵と防空を兼務する複座艦上戦闘機、敵艦隊攻撃用の艦上来撃機からなり、急降下爆撃は複座艦上戦闘機が予義として行うものであった。第二次世界大戦以降、急降下爆撃の有効性や必要性は薄れた。レーダーの普及、地対空、艦隊空ミサイルの実用化など防空システムの 強化によって、艦艇、目的地への接近が困難となった上、爆撃コンピュータなどの機上電子機器の発達による、命中率の向上、誘導爆弾や、空対地、空対艦ミサイルの発達で遠方から目標を、爆撃できるようになったためである。それでも F、A-18 ホーネットなど、急降下爆撃のできる、Z 機は存在する。 極地紛争では急降下爆撃が実施された例もある。1974年のキプロス紛争に出動したトルコ空軍の F-4 ファントムはギリシャ系の軍政府施設に対地ミサイル攻撃と併用して急降下爆撃を実施した。当時の NATO 合同演習でトルコ空軍は急降下爆撃の命中率で連続優勝するほどであったという。またフィリピンでは アブサヤフの総統作戦において、フィリピン空軍の SF-260、軽攻撃機が急降下爆撃を実施した。ありがとうございます。